はい、JC です。今回は夏の学習計画数学物理科学編ということでお送りしていきたいと思います。今年2024年の夏は例年に増してやることがいっぱいたくさんあります。7、8月実施の模試の出題範囲を見てみると、特に寸大の場合、例年に比べて前倒しで大幅に範囲が広くなったりもしています。また共通テストがリニューアルされる年度で変更点も多く負担も増えますので、そのあたりへの対応を考えると、当然早め早めの計画が必要になります。この動画では数学物理科学編ということで、夏の学習計画、例えば難関大志望の人、学習が遅れ気味な人、現役生、浪人生、それぞれの場合に言及しながら話を進めていきます。またおすすめ教材は画面内で紹介していきますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まず数学から。ここでは数三数四が必要な理系を前提に話をしていきます。まず結論から言うと、夏休み中に数三の微分積分および数四の平面上の曲線、いわゆる複素数平面式と曲線までを一通り終えること。終えるっていうのは奇襲にするという意味でもあり、できれば基礎固めレベルとしてしっかり復習をするという意味でもあります。例えば難関大志望者であれば、青チャートやフォーカスゴールドなどを使って例題練習問題ぐらいはある程度ものにしておく、そういった感じです。これは現役生だけでなくて、例えば予備校に通っている浪人生も同じで、仮に予備校の前期の授業で積分が終わってないとか二次曲線が終わっていないということだとしても、一通り終わらせた方がいいと思います。そうしないと8月9月の模試に、間に合わないという事態になってしまいます。ちなみに8月末の前頭記述模試の数学の出題範囲は数3の積分までで、数四平面上の曲線は含まれないようです。ただしすでに各種共通テスト模試では理系選択肢のほとんどは平面上の曲線を選んでいるはずなので、それを含めて考えれば夏中に数算し一通りを終えておきたいところです。もし学校の進度が遅くて全然間に合っていないということであれば、自分で先取りをしておきたい、ところなんですけども、数算のレベルで初習かつ独学っていうのは結構難しい、厳しいと思われるかもしれません。しかし基礎レベルだけでもいいので、例えば教科書読んだり映像講座などを使って先取りをしておくことをおすすめします。計算などの基礎的な部分だけでもいいです。時間がある夏のうちに先取りだけでもしておくと、秋以降の学習がスムーズに進みます。一方、夏休みこそ復習が重要です。しばらく触れてなかった、放置されていた数 1A 数 2B、このあたりでもし苦手単元、不安な単元があればしっかりと潰しておく。またそこまで不安じゃないけどあまり触れる機会がないという場合は、例えば共通テストの各問演習で全体的に触れる、でもいいですし、数3に先立って 1A 2B だけでも、入試レベルの問題集にチャレンジするでもいいと思います。いずれにしても個人的には共通テストの過去問演習を週1回程度やっていくことをおすすめです。あとは志望校の過去問にいつから取り掛かるか、そのあたりを考えた上で逆算的な計画をぜひ立ててみてください。ここで一旦夏休み1日何時間勉強すればいいかの話をしておきます。東大理系合格者および早稲田理系合格者の、これスタディプラス調べになりますが、月ごとの学習時間をグラフで表しています。黒字が平均値になりますが、8月のところを見てみると、この両者偶然か否か全く同じ学習時間で258時間。国立で科目が多い東大と私立の早稲田でほぼ差がないというのも不思議な気はしますが、いずれにしても31日で割ると8月の学習時間は1日あたり 8.3 時間。特に東大に関しては東大模試が結構あるので、その分の学習時間が、引かれた数字になるかなと思いますが、実際のところは1日平均10時間ぐらい、マックスで12時間ぐらいかなと思います。続いて物理。現役生の場合、学校の進度が夏休みに入る前にある程度電磁気まで終わっているならばありがたい、ところです。原子分野は未修で残ってても指して、問題ではないんですけども、電磁気までを夏休み中にしっかりと、復習をしておくというのが理想でセオリーだと思います。特に力学と電磁気、こちら物理の2大分野になりますが、それらの基礎固めが夏中のノルマになります。使用する問題集は志望校のレベルにもよると思いますが、例えば学校で配布されているセミナー物理やリードアルファ
でもいいと思います。その場合は発展や応用問題までやった方がいいでしょうと。一方苦手意識がある場合は、例えば応分者の基礎問題成功みたいなレベルでもいいと思います。あと余裕があれば波や熱力学も抑えておきたいところです。まあ余裕があればっていうと語弊がありますので、できるだけ抑えておきたいところです。共通テスト対策については、正直物理はこの夏にあまり考えなくてもいいかなと思います。二次試験、一般試験に向けてじっくりと基礎固め、苦手克服に、取り組むべきです。あと原子分野については、現役生の場合は9月10月頃に学校で初めて習うというケースも多いと思います。実際模擬試験で出題されるのも10月ないし11月の模試からになるので、まあそれでもギリ間に合うので、あまり慌てなくてもいいと思います。浪人生の場合は、やはり前期テキストの復習を夏の計画に当てると思いますが、例えば大手予備校でも電磁気は秋に扱うケースも少なくないと思います。その場合はやはり夏休み中に問題集を自分で取り組む、あるいは夏期講習で電磁気の講座の受講をお勧めします。そして化学の話に移ります。化学は理論化学、無機化学、有機化学、さらには高分子と、分野が多岐にわたりますので、学習計画としては個人差が生じやすいところです。夏の計画として優先順位をつけるならば、1理論、2有機かなと思います。まずは理論科学の復習をしっかりとやり遂げると、そこがある程度大丈夫になったならば、有機の復習を夏中にしっかりしておく。そうすれば秋以降の模試で有機を得点源にすることも可能になります。ちなみに高分子化合物はまだ未就だというケースもあると思いますが、少なくとも有機の志望族、方向族あたりまでは夏中に固めておくことをお勧めします。そうなると無機化学はいつやるのかという話になるんですけども、夏の模試の出題範囲に無機化学はしっかりと含まれています。そう考えるとやはり、夏中にやるしかない、やるべき分野となります。結局は高分子以外はほぼ、夏中の基礎固めが必要になります。それらの広い分野を効率的に学習していく方法としておすすめなのが、センター試験あるいは共通テストの過去問演習です。特に夏の段階では有機が比較的軽いセンター試験の過去問演習がおすすめになります。計算練習にもなりますし、知識の定着確認にもなります。いろんな分野に定期的に触れる役割をセンター試験の過去問が担ってくれるという考え方です。また浪人生で科学をもっと伸ばしたい、無双状態くらいに伸ばしたいという人は、重めのテキストをガンガン解いたりして抜けを減らす作業を夏中にしておくといいと思います。例えば科学の新演習などがおすすめです。はい、ということで、夏の学習計画数学物理化学編、お役立ていただければ幸いです。